今ちょっと2人の話を聞いたんですけど、寺田はいざという時に奥さんを守ると言ってましたが、本当に守るのかちょっと怪しいところなので確かめてみたいと思います。2人が暴漢に襲われるという設定で、ちょっと検証していってみたいと思います。そのためちょっとこのグッズを買ってきたので、これをかぶり、ナイフを持って、このナイフで彼女を襲ったとき、ちょっとナイフ、彼女を襲ったとき、寺田がどういうリアクションをするか、検証してみたいと思います。刺します。じゃあちょっとリハーサルをやります。ケンタ、携帯つなぎっぱにしといて。え、携帯置いてきちゃった。鍋ないの？おぉ、もう行かないぜ。ちょっと近すぎない？これ近すぎるね。近すぎでしょ。もっとケンタこの辺っていうか、俺がここにいるからね。鍋だってこうやって取ってるでしょ。寝転がって画面を見えるか撮りたい。こういう、あ、大丈夫、見えない見えない。動くか。じゃあ普通に来ちゃう。いけるね。ちょっと待って。